令和3年11月6日、阿蘇市小里の阿蘇草原保全活動センターで、阿蘇草原フェスティバル2021が開催されました。この阿蘇草原フェスティバルは、草原についてよりよく知ってもらおうと、平成29年から開催されています。会場では、みんなで作ったかやアートの赤牛がお出迎え、そして、 先着300人に赤牛のサイコロステーキが振る舞われました他にも野菜やお菓子、キッチンカーによる販売もあり芝生広場では野焼きの際、火消しに使うジェットシューターでペットボトルを倒す的当てがあり子どもたちが楽しんでいました屋内の草原学習館では リース作りやススキのミニホうキ作りなどのクラフト体験全問正解するとトートバッグがもらえる世界農業遺産クイズなどが行われていました一番人気はクイズラリーに挑戦すると参加できるガラポン抽選会長い行列ができていましたイベントには多くの親子連れが訪れ秋の一日を楽しんでいました